はい、うるま市からやってまいりました柳右衛門でございます。よろしくお願いします。柳右衛門が普段ですね、子どもたちを中心に命の授業というものをやってるわけですけども、それをですね、このコロナ禍ですか、この2年間、活動がなかなか自粛されている中でも、やっぱりこう若いお母さんたちが困窮している中で、赤ちゃんたちが粉ミルクをどうしてもお腹いっぱい飲んでないっていうことをですね、こう聞いて、それをどうにかしたいということでですね、半年前からですね、去年の末ぐらいからですか、うるま市からスタートしたハートプロジェクトというものをですねやりました。でたくさんの粉ミルクとか紙おむつとかそういったものをですね、もう市内あちこちからこう集めてくる中で、本当にこうたくさんの子どもたちね、赤ちゃんたち、そしてまたその困窮されているお父さんお母さん方、本当にこの笑顔でいることを目の当たりにしたんで、それをどうにか今回、うるま市から出てきて初めての読谷村だったわけですけども、その読谷村でまた同じようなやっぱり環境にいる子どもたちが、またお母さんお父さん方がちょっとでもなんか救われるような、そんな形で今回寄贈させていただきました。コロナに入る前ですか、3年前に、命の授業というものがちょうどスタートしてやり始めた時にですね、この読谷村の、それこそ FM 読谷さんからも声かけてもらったりとか、あとその当時ですね、古源小学校の PTA をなされていた比嘉直和さんから声かけられて、命の授業をスタートしたっていうのがですね、当初のスタートのきっかけで、それから3年経って声かけられたっていうですね、そういったやっぱりこの読谷村に対する思いっていうのはやっぱりこううるま市ですけども、なんかいつも気になっているところではある町でございます。命の授業はですね、柳右衛門自身がもともと行政の環境課の方にいたわけですけども、そこからどうしてもこのペットの殺処分というものをゼロにしたくてスタートしたんですけど、子どもたちにペットの殺処分ゼロを目指してということでいろんなお願いをする中で、その子どもたちからやっぱりいじめとか虐待、貧困というそういった環境にいる子どもたちを多く出会ってくる中でですね、どうしてもこの子どもたちから先に救っていかないといけないということで、今は4つのゼロ、本当にいじめ、虐待、貧困、そしてペットの殺処分ゼロというのをですね掲げて活動をしています。こういった活動というか、本当に今回粉ミルクの支援という形であったんですけども、柳右衛門の中でやっぱりこう貧困とか少子化とかっていう問題がもう本当にこう全国的にそれが一番の問題になっている、問題がなかなか問題になっているのかなって思うところもあったりとか、そういったことをちょっと考える中で。どうしてもやっぱりこの赤ちゃんたちにお腹いっぱいね、粉ミルクを飲んでほしいという、その思いからスタートした活動ではございますけども、柳右衛門だけがやってるわけではなくて、やっぱりこう町の人たちがやっぱり一緒になって動いていって、地域の子ども、地域みんなで育てていくんだよっていうですね、そういった形をどうしてもこう作っていただきたくて、その一番のこう火付け役というか、初めの発信でこういった形でやってもらって、で今後またこの読谷村内でですね、本当に大人の皆さんが本当に町の子どもたちみんなで育てていくんだよっていう形で、また1つ2つ1貫2貫とこの粉ミルクがこの社協さんに届けてもらって、それから今困っている人たちの元に届いたらいいんじゃないかなと思ってます。